に、そしてこの時間まで残ってくださった神宮のスワローズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。見事なサヨナラタイムリー、ヒーロー選手です。ありがとうございます。8回は一時勝ち越しのタイムリーがありました。そしてこの10回も永見選手がヒットで出て、そして宮尾選手がつなぐという内容、打席回ってきました。まずはあの打席、どんな思いで、どんな狙いでバッターボックスに向かったんでしょうか。そうですね、大塩コーチからまっすぐスライダーというのを言ってたので、自分はまっすぐ打ってたので、絶対カット来ると思ってカットを狙っていきました。すごいね。センターがかなり前進、地面に取っていましたけれども、打った後っていうのはこれ抜けるっていう確信はあったんですか。いや、ここの中で抜けてくれってずっと思ってました。木原さん、今日はね、守備で一つエラーがありましたけれどもその後、4安打というまさにバッティングに取り返したという表現になりましたけれども。そうですね、一応自分は打つ選手じゃないんで、守備の人だと思ってるんで、しっかり練習したいと思います。今シーズン3安打ありましたが、4安打というのはね、初めてということになりますが、今日のゲーム忘れられないゲームになったんじゃないですか。そうですね、4安打っていうのはもうほぼほぼないと思うんで、これから頑張っていきたいなと思います。さあ、チームまだまだクライマックスシリーズ出場盗塁が多い残されています。ファンに向けてメッセージ、チームを代表して最後にお願いいたします。自分のミスでこんな遅くなってしまってすみませんでした。これから練習して、しっかりチームに貢献できるように、頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。見事なサヨナラ打、木山選手でした。ありがとうございます。さあ、お疲れ様で応援ありがとうございました。我々東京新高層の同衛生君、宮野女子さん、どうぞ最後に一緒に歌いましょう。今日はもう本当にあの
最後、池上選手が決めてくれましたけども、スワローズ、本当にチームが一つになってましたね、もう見事なチームワークでの勝利です、いやこの勝ち越しは大きいですね、いやこれもね、やっぱり6日間連続、チケットソールドアウトですよ、ね、多く来ていただいたスワローズファンの皆さんの声援のおかげです、本当にどうもありがとうございました。火曜日から名古屋3連戦、そして来週末また神宮で、ね、ジャイアンツ3連戦があります。花火の打ち上げも予定してますから、ぜひね、まあ、お盆になりますけども、スワローズの勝利のために応援に来てください。皆さんよろしくお願いします。今日もつば子ジモミトルクヤファッションスパークルス、そしてパトリックでお送りしてきました。もう夜も遅いのでね、みんな気をつけて帰ってくださいね。勝利へと導く内装へ、みんなどうもありがとう。